い、皆さんこんにちは。今日はですね、私のね、サマンサの財布が大変なことになってしまいましたということで、今日はですね、それを紹介していきたいと思います。はい、見てください、この使い込み具合。これね、どちらかといえば色が落ちてるんじゃなくて逆なんですよ。黒いカバンに入れてたんで色が映ってますね。ここら辺とか黒くなってます。まあ、これも小学4年生の時の冬、これ約4年ぐらい使ってます。ついにこんなことになってしまいました。はい、ここのパスケースの入れ物がですね、ビローンってなっちゃいました。もうこれね、開ける時にビョーンってなるから、もう本当にあ、めっちゃこの人財布壊れてるみたいななんかもう感じで、さすがにこれは使えんかなみたいな。財布の中身を見せてもらいましょう。中学生のね、おけみです。はい、それでは一つ目、ただもう使い終わったフリーパスじゃなかった大阪シティバスの乗車券0円、ただ0円です。はい、そしてまたも使い終わった、いやあと数十円残っとる図書カード、これは誰かにも、おばあちゃんかな、誰かにもらいました。でもこれね、もうほぼ結構前に使い終わったんですけど、なんか入ってますね。はい、そしてまあプリクラとかプリとかが結構こんぐらい、これはプリですね。はい、プリクラはちょっとお友達が写ってるので、ちょっとこちらに友達を隠して、ちょっと乗っけてもらいたいと思います。はい、であとチェキで、これももかちゃんとコラボした時の写真でございまし、可愛いですね、ももかちゃんね。やばくない、顔全然違くない、めっちゃ丸くない、この時。今まだちょっと多少シュッて、多少シュッとしてるな、本当な、シュッとしたな。この時こう、こう丸かった、アンパンマンだな。そうアンパンマン、この時の感じだね。一番なんか太った、あ、一番じゃないけど太っとったよね、結構。じゃあ次行こうか。はい、じゃあ次行こう。あとうさぎ屋のポイントカードですね。こっちもこれとかさ、なんかもうこれも小学生の時、コロナのカード、何なんそれって、コロナカード、そんなあるんだ、コロナカード、うん、これはお菓子本舗のスタンプカード、もう全然お菓子本舗に行ってないし、まずこれかも、そんな溜まってないよ、やばいな、お菓子買えんな。うん、はい、であとレシートの山、私レシート定期的に捨ててるんですけど、結構数ヶ月に1回ぐらい、すげえな。100均マック、これあ、これ太宰府じゃん、はい、太宰府広商だって。でもこれ明太子ハローズ太宰府の三宅商店、ひまわり、ドフト、無印とかダイソーとかいっぱいある、あとルックとか。はい、大量レシートが出てきました。これさ、多分さ、うん、何月かなのかな、10月9月ぐらいの時からあると思う、多分9月ぐらいのとこからあるんで、これ結構合計したらやばそうじゃない？いや、何万もないよ多分そんな。はい、あとおみくじです。これは東京の浅草で引いたおみくじですね。こちらの方が読みやすいです。大吉でしたね大吉でした。願望を叶えられるでしょう、しかし全ての面において控えめの心持ちが大事です。はい、失いもの出てくるでしょう、待ち人現れるでしょう、新築引っ越し良いでしょう、旅行良いでしょう、結婚付き合い全て良いでしょう、恵まれた年だし、だしじゃなかったでもう終わりよ今年。いや、ほんとそれはなんか全然いいことなかったよ、なんか悪いことしかなかった、正直言って。終わるよな。で、これはあの浅草じゃなかった太宰府でみんなで引いてきました。これ見して、中吉だったんですね。この度はぬさもとりあえずたむき山もみじの錦神のまにまにで、なんかね、なんかまとめて言うと、なんか大転換、なんか急に運勢変わりますよみたいな感じだったんだけど、でもその代わり急がずに気をつけてくださいみたいな内容でした、全部これ。
やばい、試験入学油断すれば危うし、やばいやばい、期末試験。あ、でもほんとそう、ほんとそう、ほんとそう。私なんか中間音が、中間2学期の中間全然勉強しなくてやばかった。なんかちょっと驚きが隠せませんでした。いやいや、いつも勉強しようらしい。勝利勝利。はい、で私の学生賞を公開したいと思います。タラタラララー。はい、で私の新しい財布を買うまではこの財布でそうしたいと思います。これお母さんからもらいました、てか借りました。領収書が入ってますね。1,10,100,1,000,20,6,060。嘘ですよ。ところで今お金何本入った？あ、全然入ってない。見せて。1,10,100,1,000,10,000。そう言うな、見せて。400円。わー、ゆうちゃん貧乏。使いすぎた。はい、今日はですね、この私の4年間連れ添ったお財布とのお別れ動画でした。でね、この財布がまあボロボロなんですけど欲しいよっていう人がいたら一応ね、これね高いんですよ結構。まあまあ多分私が持ってるものの中で一番高いと。はい、今年ねこのお財布とも YouTube ともお別れをしたいと思いますっていうのは嘘ですが、まあね、これね4年間使ったんで、まあ、ちょっとありがとうって言ってゴミ箱の中にポイってしたいと思います。ということで今日はお財布のお別れ動画でした。バイバイ。300円ちょうだい、300円ちょうだい、10万円ちょうだい。ピン。チャンネル登録はこちらからしてね。ブーブー。